はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで、買ってきました、ユニクロ。そして、シェイクスピアゴーストアイコンです。はい、買ってきましたよ、速攻です。何を買ってきたかと言いますと、こちらですね。はい。今、映像をちょうど差します。はい、売り場の様子です。お並びいただいてよろしいですか？はい、ということでね、このような感じになってました。で、柄はね、全部で6種類だったかな。で、100から130センチまでの大きさ、キッズ限定ですね。で、柄は、こちらの、はい、グレイトフルと、こちらですね。はい、平成魂の、後期の方ですね。ガイム、フォーゼ、ドライブ、オーズ、ウィザード、そしてダブル。こちらになります。落ち着こう、ちょっと。めっちゃ息切れしてる。もうね、すごかったですよ、本当に。今、入り口の映像も、ちょっと出します。はい、という感じでね、こんな感じで、はい、入った時はこんな感じで、で、整理券を持っていないとね、ゴーストアイコンとは引き換えできない。最初に入ってたお客さんもいたんですけども、整理券ないとね、ゴーストアイコン引き換えできないので、で、あとね、ゴーストアイコン、こちらのシェイクスピアゴーストアイコンなんですけども、在庫の方が、本当に あれぐらいありました。はい、どう？はい、ということでね、あれぐらいありました。ただ、もうあそこにあるだけと店員さんも言ってましたので、で、他のね、ツイッター情報とかにもよりますと、85個とか、1店舗あたりですけどもね、それぐらいしかないということだったので、多分本日中にはもうなくなってしまうんじゃないかなと思います。で、こちらはね、どうするかっていうと、こっちはね、知り合いのね、奥さん、子供のいる奥さんに、ちょうど、こう、あげます。こっちはね、なんか僕がね、持ってて、自分の将来子供ができた時用にでもね、いいかなって思いましたので。はい、ということで、じゃあ、やっていきましょう。これ、そのまんまです。このまんまです。ガリレオゴーストアイコンみたいに、ちょっとね、軽い箱に梱包されてるのかと思いきや、もう、丸々でしたね。このまんま丸々。ですので、なんかもう未開封か開封かどっちかもわかんないような状態ですね。これだと。さあ、開けていきましょう。おうおう。さあ、まずじゃあ、説明書の方から。非売品。はい、非売品。そして、こちらですね。シェイクスピアゴーストアイコン。はい。すごい。ちゃんと、こういうところのね、柄までちゃんとこだわってますね。ナンバリング。ん？ WG？ なんだろう？うん。裏側。あ、ちゃんとセリフも書いてありますね。はい。おぉ、きっとロミオとジュリエット。おぉ、一番ね、シェイクスピアの代表作ですね。シェイクスピアというものは、どんな偉人かと言いますと、イングランドの劇作家と詩人ですね。はい。で、人間観察にすごい優れていたみたいで、そういう詩を書くのがすごい得意だったみたいです。ウィキペディア情報ですけども。はい、ということで剥がしました。久しぶりのなんかデラックス。デラックスだよね、これ。デラックスとは書いてないんだ。デラックスとは書いてないですね。デラックスとは書いてないんですけども、もう押した感覚は、もうデラックスですね。いやー、気持ちいい。気持ちいいですね。ダブル S か。ダブル S。なんでしょうね。シェイクスピア。だから、ん？なんでしょうね。思いつかない。ダブル。ロミオとジュリエットだから、なんでしょうね、ダブルっていうのは。ガリレオゴーストアイコンは GG でしたもんね。あれはなんかガリレオゴーストアイコンっていう略もあれば、ガリレオガリレイっていうあれもあったりとか、いろいろ説ありましたけども。なんでしょうね。あ、これはロミオとジュリエットですね、完璧に。ね、ロミオとジュリエット。またこれもまた斬新な必殺技の絵柄ですね。はい。WS。これもロミオとジュリエットですね。こちら。多分そうだと思います。人の顔がね。はい。こんな感じです。さあ、上側も同じようにシェイクスピア。WS。なんだろう WS って本当にすごい気になる。さあ、じゃあゴーストドライバーに購入してみましょう。ゴーストドライバー。ナンバリング。バッチリ見な。これは驚きましたね。全然なんかこう、ラップ調でもないし、まあ、軽くラップ調ですけども、これは特殊な音声ですね、また。すごい。
しかも発音がシェイクスピア、なんかシェイク、あ、でもないか他にシェイクスピア。おかしいですもんね。すごい、もう一回聞いてみましょう。もう一回、わかりました。最初のトゥルルンドゥルルルルンみたいなのがもうすっごい和ませるんですよね。すごい和ませる。だからきっとロミオとジュリエットって言ってもなんかこうラップ調に聞こえないんでしょうね。これはなんかちょっと気持ちいいですね。新しいですね。うん、新しい。さあさあさあ、なんで WS なのか本当にすごい気になるけど書いてないですね。うん、心には書いてないんですよね。うん、なんだろう、大海岸、大目だ。あ、一回良かった、大海岸、シェイクスピア、大目だも、はい、はい、大目玉でしたね。さあ、いつもはね、ちょっとね、忘れちゃってて他の玩具で遊ばないんですけども、今日はね、もう前もってもうレビューするの分かってたんで、もう他の玩具をね用意してきましたよ。さあ、メガウルオーダーです。さあ、メガウルオーダー入れてみましょう。ナンバリング、ん、そうか、ならないか、ステンバイって。お、でもめっちゃ綺麗、こんな綺麗なんだ、目玉の部分、すげえ。イエスサー、変身。テンガン、ゴースト、メガブルオード。はい、ちょうどネクロムのね、ネクロメガウルオーダーやったので、またちょっと広告といいますか、あれですけども、こちらのね、仮面ライダーゴースト、ガンマ、ホンガーベルト、こんなにね、素晴らしい箱で入ってきたので、ちょ、これまたレビューしたいと思いますので、ね、後日、また見てください、やりますので。さあ、これは、あれやんなかった。もう一回。テンガン、ゴースト、メガブルオード、もう一丁。テンガン、ゴースト、あれ？メガブルオード。あ、必殺技はもう一回ここだけかな。違うよね。あ、必殺技はなんないんだ。ちょっとあんまりにもね、他のあれで遊んでなさすぎて。さあ、そしてサングラスラッシャーも用意してきましたよ。懐かしのサングラスラッシャー。さあ、じゃあ最初剣の状態でいきますか。じゃあ、ゴーストのアイコンとやってみましょう。ゴーストアイコンとね。めっちゃグロいよね、やっぱね。これグロテスクですよね、なんか。非常に、いつも思う。あれ？これ、あ、そうか、ここ押さなきゃ出ねえのか。サングラスラッシャーもあの、海で撮影した時以来、ほとんど使ってないから。逆側に入れて、そして、ちょっと似たようなね、エディソン、同じような似たような色のエディソンちょっと入れてみましょう。はい、ということで、ちょっと今ね、なんか別に普通だったなって気がします。まあ、サングラスラッシャーにね、ゴーストアイコン入れてるのと一緒ですからね。で、黄色系のね、ゴーストアイコンが今すごい目についたので、バンバンちょっとここに置いていきたいと思いますけども、テレデンテレデン、こんな感じかな。とりあえず今僕が今目の前にあるゴーストアイコンで黄色っぽいやつ、
今回のシェイクスピアがこの一番真ん中にあるやつで、そして、はい、エジソン、ピタゴラス、騎士団、カメハメハ、こちらになりますね。一番やっぱエジソンと近いですかね。ただこのメタリックのね、ラメが入ってるので、ラメが入ってるやつ、ラメが入ってるやつ、あった、やっぱこんな感じですかね。あのグリムと三蔵のデラックスゴーストアイコンみたいな感じでラメが入っております。はい、こんな感じ。うん、上側の輝きはこのね、グリムみたいなテカテカではないですけども、普通のね、あ、普通じゃない、あ、今こっちはやっぱこうやってね、すごいキラキラしてるんですけども、ここはね、普通のシールなんですね。真っ平な、はぁーはぁー、他ないな、そういうの。ちょっと今見当たんないですね。あぁあぁ、へぇー、すごい違いがありましたね。わぁはい、ということで違いが見つけれたところで、よかった、楽しかった。いや、よかった、ほんとめっちゃ熱いけどいや、すごい。もうでもこういうのね、あんまりやっぱ限定ってのは良くないですよね。やっぱみんながね、皆さん本当になんかどうにかして手に入るようなことをしてほしいですよね。まあ石の森アイコンみたいにプレイ版でもう一回とかね、そういう風にしてほしいかなとも思いますけども、まあそんなことしたらね、ガリレオとかも出てほしくなっちゃいますけどね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、シェイクスピアゴーストアイコンでした。ユニクロのね、 UT とのコラボ限定です。はい、多分もうないんじゃないかな。はい、多分ないと思いますわかんないけど行ってみないとわかんないですけどね。はい、ということで僕も多分2個目欲しいけど多分無理だと思うんで諦めます。それではまた明日。